こんにちは。今日はちょっと3時なんで遅めです。じいちゃんばあちゃんご飯も食べて、まあ、じいちゃんはちょっとコーヒーも飲みながらゆっくりしてます。で、今からちょっと一品作って簡単に昼ご飯を済まそうかなと思ってます。今日はですね、朝からの海に行ってましたけど、もうついに海パンと、上は来てますけど、もう海パンで入れるぐらいに、まあ見てたら海パンだけで裸の人もいますけど、海入るのが気持ちいい時期になりましたね。さて、じゃあ今日はちょっと簡単にできる一品を作ります。ということで、もかもかさんに教えていただいた一品ですけど、餃子の皮とか春巻きの皮とかちょっと料理で作った時に余るんですよね。その余った皮でどうしようかなっていう時に、ちょっとあのレシピ書いてくれてたやつがあるんで、それを試そうかなと。はい、ということで、もかもかさんに教えていただいた一品、納豆を春巻きの皮で包んで揚げてポン酢をつけて食べても美味しいよって。簡単ですね。ということでやってみます。油で揚げるから、それをこのやつ置くお皿、菜箸はいるのかな。あった、菜箸あった。はい、では美味しい納豆、国産小粒のこれ使用します。種からしって入れるんかな、どうなんかな。多分種とからし入れた方がいいような気がする。わかんないけど、間違えてたらごめんなさい。で、これをして、で、タレとからしも入れて混ぜときます。タレ、からし、よし。はい、これで混ぜときます。本当は424回混ぜた方が美味しいってことですけど、これ、まあ、せっかくやから混ぜましょうか。ロサンジ納豆424回。はい、納豆424回混ぜたら美味しいということなんで、ちょっと頑張ります。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,9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 8,89,90,91,92,
おお、超しんどい超しんどい。300回。よし、424回混ぜた納豆はこんな感じになります。超疲れた。春巻きの皮で包んで、要冷蔵。春巻きの皮、水溶き小麦粉でのり付け。あ、水溶き小麦粉でつけるんか。じゃあ小麦粉いるやん。水溶き小麦粉、ちょっとこれに小麦粉を水で溶いて、これをつけて、小麦粉どれぐらい入れるんやろ。適当でいいですか。ちょっとわかんないですけど、はい、じゃあ水で。よし、じゃあ包んでいこう。春巻きの皮を、春巻きの皮が全部くっついてるよ、これ。適当に入れたらいいか。どうやって包むの？包み方とか書いてる？あ、なるほど。端っこの方に置いて、で、こう押して、で、こう巻いて、こっちも閉じて、で、閉じて、ほんで巻いていく。なるほど。これで、これをつけて、こんな感じ？横から出てきた。あ、1枚しか残らなくなった。よし、できた。春巻きの皮どれぐらい焼けるのかな。
れ色になったら出来上がりぐらいしか書いてない。こんな感じでできましたが、これを揚げていくのに火かけて、で油入れます。ヘルシーオメガバランスコレステロールゼロ、この油をで揚げ焼き程度にしたいので、あんまりこんなもんでいいんじゃないですか。ちょっとコーヒー作ろう。これいきます。うん、いい香り。これどう？できてきた？あ、上がりそう。では揚げていきます。これめっちゃ入りすぎてる感がある。おお、2つぐらいは入るか。よし、ちょっと、あ、いけるね。よし、あ、すごい上がるの早っ。きつねになるの早っ。あんまやったら焦げそう。よしにしよう。あ、速攻上がった、早っ。じゃあ残り3つも、上がるの早い、速攻上がる感じ。ほら、上がった、早っ。はい、もかもかさんありがとうございます。納豆春巻きの皮で包んであげました。揚げすぎこれ。では、はい、ということでできました。もかもかさんに教えていただいた春巻きの皮で納豆を巻いてあげました。と、これはご飯は、昨日作ったセロリのふりかけをつけたやつで、これポン酢つけて食べます。では1個大きいやつ切ってみようか。では切ります。切れるかな、うまく切れやんか。こんな感じ。ちょっと見せ方は下手くそですけど許してください。いただきます。はい、では食べてみましょう。さあ、お味はいかに。はい、ではいただきます。外はサクサク、中は納豆の柔らかさがあって、ポン酢であっさり食べれる感じですね。はい、ではいただきます。期待を裏切らない、思った通りの味です揚げてるからこれ、あのお酒のおつまみでも良さそうですね。うん、うん、セロリの風味味わいがしてすごい美味しい。うん、うん、外のサクサクっとした感じに中はこう納豆が入ってふわふわな感じがまたいいですね。なんかネギとか入れても味が締まって美味しいかもしれないですね。薬味、ごちそうさま。あ、コーヒー美味しい。はい、ということで今日はもかもかさんに教えていただいた、納豆春巻きの皮で包んで揚げてっていうのを試しました。これ簡単にできて、もうほんとすぐできて、お酒のおつまみにも良さそうです。ありがとうございました。ということでですね、ちょっとまた、引き続き、我が家秘伝のレシピ、簡単にできるお酒のおつまみ、時短レシピ、炊飯器レシピ、他にちょっと巷に入っている料理等々教えていただいたら試していきたいです。ありがとうございました。では。はい、それでは失礼します。アディオス。カショス。バルス。